新日本のわけポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストお時間がやってまいりました。レイレイシマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本の上げ落語会やってたんですけども、今後はスピンオフの落語会、それからここの宣伝のために、やっていくこのポッドキャストでございますけども、まずは私がレイレイシャマルコ、そして立川こちらです。はい、めんどくさいやつです。はい、認めました。引っ張ってるな。認めましたね。だいぶ傷ついてるようですけども、三月で満喫です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。ね、あの前回の放送の、ね、最後の方でもちょっと話をしましたけども、うん、新宿でね、はい、あの朝日カルチャーセンターというね、はい、これ長いですよね、広瀬さんね。結構やってますね。そうですよね。いろんなテーマであのやってますね。だから本当1回目こちらさん聞きに来てくれたんですけど、生徒で行ったんですね。行ったよ俺。お金払ってちゃんと払って行ってさ、うん、あれいると思って。へなんかそのカルチャーセンターの人から、うん、あの何しに来たんですかって言われて、いや名簿載ってるでしょ俺の名前が、俺本名で申し込んだから、若林大輔が僕ですよって。本当に見るんですかって言われて、いや見ますよって言って。で本名でね。そうで見終わった後、あのできたらなんかこういう講座とかあの興味ありませんかって言われて、あそうそうやらないかってことでしょ。そうそうそう、やりませんってことだって。へえ、 IT のこととかやるんじゃないですか。だって落語だもん、そこで求められるのは。IT のことじゃないもん。どうなんだろうね、でも IT のことの方がお客さんってか、こうね、あの聞いてる人、いや、お客さん呼べないですよ、落語家の肩書きじゃ。そっか、うん、華麗なる IT ライフなのに。そう、華麗なる IT ライフ絶賛発売中、そろそろ。まだじゃないですか、そうだ4月末だから。まだですかね、まだですね、うん、はい、そっか、華麗なる華麗な数なんですけどね。いやそうで、僕だからそこではそのまあ元々はなんか立川談志の落語みたいなことをね喋、うん、ったの最初かな。そうですよ。何でした、うん？そうですよね。そうなんか談志のこの回がこうだとか。談志以前と以後みたいな話があって、うん、でその後なんかいろいろとやっぱ向こうから求められるのが、いや新章について語ってくれとか、もうで求められると僕何でもやるんで。マルコさんみたいなもんで。最初にやったのはいつ頃だったんですか。いつ頃だろう、あれコロナ前ですよね。コロナ全然前、うん、コロナ前に始めて、まあ1年に4回なんですよね。でだからそれこそ落語家の定語についてとかね、そういうのをやったりとか、うん、もうなんかつけ焼き場剥げやすいっていう感じで喋ったりすることもあるわけですよ。資料とかをね結構揃えるのも大変じゃないですか。そうなんですよ、すごい大変、うん、すごい大変、ね、これ多分そう結構エネルギー使わないと難しいんじゃないですか。このだって先生だもん言ったらね、うん、だって質問とかにも答えていかないといけない。そうですよね。俺行った時は質問コーナーとかなかったの。あだからそれね時間的そうでその時はなかったんで、僕やっぱりあった方がいいなと思ったんで、うん、質問したかったですもん。はい、まあ若林さんに質問されたらちょっとどうかなと思うんだけど。テーマ何だったんですかその時は。いやだから男子がどうしたとかそんなだったと思うな。男子がどうした、まあちゃんと覚えてないぐらいだから、ね、うん、質問はしたかっただけだけど、あんまり刺さってないんだと思うんだけど。でも今のキャリアに生きてるわけですからね。生きてる、あれがなかったら本当に今の俺はもっと違う形になってた。なんかねこの落語家に聞きたいシリーズは最初なんかそういうのはどうですかって言われた時に、じゃあ柳亭小道さんに、うん、その女性の落語家の生き方みたいなことを喋ってもらいたいというのは、代官山落語ってのがあって、はい、まあ小白さんも出たことあるんだけど、うん、そこで前半落語1時間ぐらい、後半トーク1時間ぐらいっていう回で、うん、でそこで小道さんや弁財天泉さんなんか出てもらった時に、小道さんはものすごく熱く語るんですよ、女性落語家っていうのあり方、まあ、技術論からネタのこととか、はい、ですごい面白くて、ですごいあまり熱く語るんで、泉さんと小道さんと2人出てるんだけど、ほぼほぼ小道さんが喋ってるっていう。で今小道さんね、まあこれは構想の段階だからいいと思うんですけど、女性の落語家 の, 生き方についての、うん、まあ、本を書きたいっていうねお話もあって、であと今年の夏に、実際その小道さんが自分で作った女性目線の古典落語演出の話を自分以外 の, 女性の話し家にもやってもらって、自分もやるっていう回を今年夏にやるって言って、で僕
あの推薦文書いてくださいって言われたんで書いたんですけど、なかなかね、だからその今本当に女性の落語家増えてるんで、うん、でそうするとあの白鳥師匠は女性は女性向きの新作をやるべきなんだっていう言い方をしてて、まあ、実際その、うん、そういうものはあると思うんですよね。例えば弁財天泉さんは自分は女性向きだって思って作ってるんじゃなくて自分の作品だと思ってるっていう言い方をするんですけど、うん、でもその目の付けどころとか演じ方っていうのはやっぱり女性ならではのものだから面白いってなるわけじゃないですか、うん、でじゃあ古典落語はどうなんだろうってなった時に、まあ、小道さんがやってるのはあのこれまであの登場人物の中で女性にスポットを当てる、当たってなかった女性にスポットを当てるってやり方と、もう一つはその、例えば千代田卜斎があの井戸の茶碗のそう井戸の茶碗の千代田卜斎が、うん出てこないで、うん、娘と母親になってる、お母親千代田卜斎の未亡人ってことになってるっていうやり方ね。でそれによってあの大きく納得できる演出になったりするんですよ。うん、あそういうことなのねっていうことだったりとか、あとはあの死神があのおばあさんだったりするとかね、うん、まあ、いろいろそういう演出って、いろいろあるけど、古典落語っていうものそのものが江戸からそのままつながってるもの、まあ、歴史はつながってるけども同じものをやってるわけじゃないし、やっぱりあのね古典落語をやっている男性でも自分の演出っていうのをものすごく作ってるじゃないですか。それは満吉さんがそうだし、うん、まあ、マルコさんに至ってはね、えそれっていうぐらいのねすごい言い方がお前はひどいよ。いやいや素晴らしい、タイトル詐欺だよな。素晴らしいですよ、おせつとくさぶろうの刀屋とかね、すごいですよね最後ね、そんな落語だっけこれっていう最後ちょっと現代的なね視点を盛り込んで、ええ、でもそういうのもねありだし、あるいはそのだからマルコさんの置き泥って現代の話じゃないですか、はい、あれ一之輔さんも千早振るを現代やってますよね。だって朝ドラ消してんだもんっていうね、そういうのはでも昔からあることで自分 の、 あの演出をやるってことは、だったら女性だったら女性の演出をやるっていうのも全然ありだなと。で小道さんはもともとはなんか女性が古典落語の滑稽話をやった時に受けないっていうのが言動、あの最初のあのなんとかパッションとして出てきたんですよ。なぜ私は古典落語で受けたい笑わせたいのになんで笑わないんだろうと思った時に、女性がやってるってことはやっぱネックになってるんじゃないだろうかっていうところから、じゃあどうやったら笑ってもらえるんだろうかって。なるほどね。でね、それとまた全然違うアプローチでやってるのが林家つる子さんですよね。つる子さんは高野高尾をずっと急増出してこないで高尾の話としてずっとやるんです。でなぜこの人が初めて来た急増に惚れるのかっていうのを、あそういう人生だからそれはそこにすがるよなみたいな、完全創作落語ですよね、うん、っていうパターンとかね。で小別れをあの小別れでちょっと出てきて見受けされてすぐあの出てこんないるじゃないですか、うん、はい、でああいうところの女だからみたいな、それはねあのそんなこと言っちゃ悪いよみたいなことをね息子が言うパターンもあるけど、その元は、品川にいて吉原に移り返して、そしてあの棟梁あ、ね、あの熊さんに見受けされてすぐ出てった女を主役にした楽を作ってたりとか、うん、でそれなんかもやっぱりそれは女性がやってる方が説得力があるね、うん、だからそういう演出について、まあ、考えてる人たちがいますよっていうことを1回目のテーマとして語ってもらったんですよ、うん、で今度マルコさんがやる前に、あ、まあ、今度やる前に2回目出てもらったのは吉祥さんで、で吉祥さんにはやっぱりその現在落語論っていうね著書があるん で言ってることあの落語論ですね彼ので、落語はお笑いとしてどこが優れてるのかって話ですよね彼が言ってるのは。一人芸であるところの落語の有利なところ、どうしてこれが面白くなるのかっていうところを語ってもらった、うん、でそこまでは僕誰かに何かを語ってもらうっていうことはあったんだけど、あの果たしてだからその何かを語るっていうのはねあんまりしないじゃないですか。落語についてあんまり語るっていう人が
だ立川流にはそこそこそういうタイプの人はいるけど、うん、だけどやっぱりそのね、僕が呼んでじゃ話をしてもらうみたいな気軽な、ね、相手としては、で、思い浮かんだのはマルコさんですよ。ありがとうございます。でマルコさん自分でなんかあのちょっと講座みたいなことをやってましたよね。ああ、それは落語に関する講座ですけどね。そう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 、 YouTube 上がってますけども。そう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 、はい、でその僕もちょっと見たんですけど、結構ねあのいいこと言うんですよ。うん、結構だよ。結構いいこと。もっとひどいと思ったんで。結構いいこと。結構いいこと。結構いいことです。そう、だからマルコさんに何かやりますかって言ったら、なんか投げ返してくるだろうなと思ったら、結構いろんなテーマがありましたよね。なんか3つか4つ挙げたと思うんですけどね。いや、もっとあったと思うんですよ。でもその中で前座修行は必要か、多分ここに食いついてくるだろうなと思って、作戦通り。ちょっとこの刺激的なタイトル。広瀬和夫を手のひらの上で転がしたね。転がしたわけじゃないですけど、これあの自分の中で結構ホットな話題だったんで、タイムリーな話題で。そうなんですよ。なぜタイムリーだったかもちょっと言えないですよね。そうですね。はい、今ちょっと沈静化してる。いやもう何も言わないでください。そうですね。はい、分かります。前座修行が必要か、落語家の差別意識というですね、ちょっと踏み込んだテーマでお話をします。6月の2日です。はい。はい、そう、それぜひ来てくださいという宣伝をね、長々としました。私はね。だって告知をするためにやってんだもん。まあ今お聞きの通りかなり、濃い内容ですね。想定がされてますので、いや本当ね、マルコさんがこれをさすがにね、マルコさんでもね、あの配信の落語会では言わないと思います。言わないですね。あ、こんなこと言ってるって思うんだけど、いつも見ててね、配信でいいのかと思いながら。それはね、ここまでは言わないと思うことを言ってくれるんです。はい、まあ、ちょっと下書き的なものはお渡ししてますけども、はいはい、流出しないように気をつけてください。気をつけます。そんなに部外秘なんだ。結構ね、これは見に行っちゃうしかないね。いや本当、芸人は勘弁してください。マジ芸人勘弁してください。芸人じゃないです、私経営者なので。うん、法人の代表です、ね。ああ。そう、でもコシラさんの本の解説書いた時も、立川コシラは話し家とか落語家っていう枠で生きてないと、うん、落語も一つのツールでしかないっていう、ね、ことをね、書いてますから、ちゃんと立川コシラは立川コシラというジャンルで生きている人なんだっていうね。そう、だから芸人禁止って言われてもいけちゃいます。じゃあ立川コシラ禁止で本名で申し込んじゃいます。若林も若林大輔が来る。マジか、大ちゃんでもいけないのか。そういえば全然関係ないですけど、満喫師匠新しい寄せってどうするんですか。ああ、私の方に急に、あの、今前回聞きたかったんだけど、ちょっと時間ないなと思って。あ、そうですね、今作ってるところで、おあの場所は決まったんですけど、まだ発表、これいつ配信ですか。4月の半ばですね。半ば、まだちょっと、ギリギリ。だから5月深谷、深谷で深谷、そうだね、深谷のネギは関係ないよ、バカ野郎。埼玉じゃん。埼玉でも遠いよね、あっちね。所沢から見ても、あ、埼玉だなって思う。いやいや、所沢も埼玉です。え、所沢はもう、所沢住んでる人間はもう所沢東京だと思ってるから。清瀬と何が違うんだって。確かに、東金もね、東京みたいなもんだもんね。全然思ってない。東金の人はちゃんと千葉だと思ってる。東金は深谷とかそっちの方と一緒ですよ。うん。そっちか。深谷よりも電車の本数少ないから、東金は。あ、そうですか。うん、東金って何線？東金線ですよ。なめてんのか、東金を。何駅ぐらいあるの？東金線っていうのは、まあ、外房とあとは総武線をつなぐ途中の経由する線路なんですけど、うん、大網、うん、大網福田ら東金愚明なると終わり。終わりね。終わりです。なんか子供の国電車みたいなやつね。違うって、そんな猿が運転手とかじゃないの。うまいね。そうか、人間じゃないの。人間がやってんの。人間やってんのね。やってん、乗ってるのが猿とか。猿は今いないから、東金には。そうか、いないですよ。マルちゃんしか。大網毎年仕事で行くんですけど、結構何もないですね。何しに大網なんか行くの。いや、毎年呼んでくださるところがあるんで。ふざけんなよ、なんで東金出身の俺呼ばねえだよ。山口県のマルコなんか呼んでんだよ。正統派な落語を聞きたいな。大網のやつちゃんとした。これがもう不思議な縁なんですけど、刀屋とかそういうの、うん、あの2つ上の兄貴がいるんですよ。誰に。私に。いてねえだろうよ。あ、そうなの。聞いたことないよ、そんなの。いや、いるんですよ。似てるんですか。似てます。
いるんだ、兄さん、いるんですか、ね、そこ不動産屋さんなんですけど、うん、ホール持ってて、うん、でそこでね、働いてたんですよ兄貴が、はい、で何かでそれを聞きつけて、うん、私が行った時にはもう兄貴はいなかったんですけど、うん、あの本名松友でね、うん、まっちゃんって呼ばれたんですよ、うん、あ、まっちゃんが来たって言われて、似てるからね、まっちゃんだっつって、まっちゃん今何やってるのそれで、まっちゃんはね、わかんない、嘘いや、でもマルコの家系はそういう感じだよね、きっとね、そういう感じ、うん、どういう感じなの、行方不明ってこと、うん、ちょっと何やってるかよくわかんないけどみたいなね、よくわかんない、うん、追求しない方がいいみたいなのあるもんね、お兄さんだけですか、あとは他にはいないです、お姉さんも、妹、妹とか二人兄弟、妹がいるって言って似てるって言われるの待ってたんだけど残念ながら残念、まっちゃんしかいないんですよ、あ、そうなんだ、兄ちゃんが働いてたらしょうがねえや、うん、まっちゃんが来たって言われて、へえ、毎年呼んでいただけた、あ、それはもう俺は行かない、はい、そしたらそうですね、うん、まっちゃんがそこはやって、うん、すいません、大ちゃんはね、まっちゃん、若ちゃんだよ、若ちゃん、違うよ、若、俺は若、若、うん、じゃあ、マンキさんの寄席は、どこにあるかも、どこにあるかも、まだ見ちゃいけないんですよ。今のところ深谷で、深谷ではないということで。大網ですよね。大網ではない。大網は、100個ねえぞ大網でやったんじゃ。年に1回ぐらいしか、なかなか。セレモニーホールだっけ、いや、違う。不動産屋の、不動産屋さんのね、ホール。今度は何館になるんですか、あの、日暮里館で。お、はい、名前は。じゃあはい、じゃああの辺だ、深谷なのに日暮里館ってことは、ね、深谷じゃないの、もう成田なのに東京です、ね、そう、候補地としてはね、米沢もあったんですけど、うん、マジで米沢は日暮里館もあったんですけど、米沢日暮里館、街歩いてたらすごいいい物件見つけたんでね、おお、米沢の街歩いてたらあったんだ、はい、言ってくれれば、米沢だったら俺いっぱい口あるからね、あのほら、あの温泉の方ですよ、ね、そう、だからそう、日暮里館全国にいろいろ出したらいいじゃないですか、チェーン展開して、あ、フランチャイズ、そう、日暮里館の全然日暮里じゃないじゃないですか、いや、でも日暮里館の、うん、だってほら、渋谷なんとか学園なんとか校みたいな、あ、ね、幕張、渋谷なんとか学園の幕張校みたいな、そうだよ、だから日暮里館幕張日暮里館フランチャイズ化しようよ、幕張まででしょ、米沢は遠いでしょだってフランチャイズ料払う意味ありますかね、あるよ、だって経営のノウハウとかさ、そうだよ、あと機材のレンタル当たり前じゃない、あと備品とかも多分そうだ、全部用意してくれるから、それで俺のところに金が入るじゃねえか、日暮里館富山作って志の輔師匠に出てもらうとかね、ああ、いいかもしんない、ただがっぽり入るかもしれないですよいや入んない、日暮里館がそもそも声ちっちゃいんだいや、だから富山にはでっかいの作ればいい、うるへえ、いや3000人ぐらい、いや無理だそれは、3000人ぐらい、富山の日暮里館は大きいんだけどねっておかしいだろ、なんで本家思うとより大きいんだよまあそういうこともよくあるじゃないですか、ここは本家って言って、あ、確かにね、アネックスの方が大きいね、旅館とかありますよね、よくあるじゃないですか、本館はこれなのにアネックスとかでかいみたいないやでも満吉ちゃんのそのやってるすごい小さいサイズの、うん、地元に根ざした、うん、そのコミュニティも兼ねた、うん、その寄せ小屋っていうのは俺は今後地方に持ってったら俺はありな気がするんだよね、うん、地方ね、うん、なかなかね、その足がかり手がかりっていうのはね、うん、あんまりなくてね、でもノウハウは持ってるわけだから、ね、まあまあ作るだけですけどね、そう、うん、でもほらそこでどういうふうに芸人がお客さんと接するかとかさ、うん、あと料金体系とかもあるじゃん、まあまあそれはね、人を講演していくとか、うん、そういうのすごい財産だと思うんだよ、おー、そうですか、ね、うん、とんでもない財産です、彼これだって8年ぐらいやってるから、そうでしょう、うん、続けられるっていうことはさ、うん、やっぱ財産だそれ、じゃあここでやっぱりその小白さんとの人間関係を大事にしようかなと思ったらその話を進めることもできるけど、うん、まあ断ち切りたいだろうから進めないですよね、うん、そういう話はね、え、なんかあった今話いや俺もちょっと分かんなかった、絶対事業として喋ってんじゃないこれだけやって失敗したら失敗したら面白いと思ってるだけなんだからいや失敗は前提にはやってないよ、いや、じゃあ今の話のこと、今のね、そうそうほら、そうそうじゃねえよ、日暮里館を IT 化するとかないんですか、うん、IT 化はする必要はない、 IT 館ね、うん、IT 館ね、日暮里館になくなっちゃったけどIT 館になっちゃった、あくまでもそこの土地のコミュニティの役割だから、はい、IT 化して全世界で見れますの意味はないから、うん、IT 化する必要ない電子決済できる、あ、電決、いやいや、だから俺は地方に電決始めて持ってったらいいなと思ってるから
いいね、連結ね。どっちかっていうと現金というよりも俺あの野菜取れましたとか、うん、そういうのを入場料代わりに使えるようなコミュニティを作れたら落語でね、うん、俺最高だなと思ってる。そうだね、うん、だって喋ってる方が仕入れ何もしないんだよ、うん、そんなもんだからそっちの、うん、そっちの芸をもらったからうちで育てた、うん、じゃあ猫うちで生まれた猫をあげますでもいい。真面目に喋ってませんよ。いや、マキちゃん、こう本当はクソ真面目に喋ってる。本当に言ってる。うん、そうだ。猫と。いや、物々交換するの。まあ猫は猫の部分はちょっと喋るだけ。でもほら、あの前に小平さんはあれポッドキャストで言ったんでしたっけ、そのギャラの話。うん。だからすぐそのこのキャパだとこのギャラにしかならないとかそういう発想になるけど。うん、いやそうじゃないと、考え方としては自分にとって一番いいものは今何なんだろうっていう話をしましたよね、どっかでね。まあ、いろんなところで知ってますから分かんなくなっちゃう、ユニオン食堂の件とか。そうかもしれないですね、うん、だからギャラをいくらっていうんじゃなくて自分をこういうふうに自分はこれが欲しいんですってやることによってそれ以上の利益を生み出すというね、うん、こと。だってお金を払って落語家やってますもんね、僕はね。まあ利益がね、何をもって利益とするかということでしょ、うん、だってそのマキちゃんのやってるのは多分そのコミュニティなんだよ、うん、やってるのが事業ではなく、だから俺はそこにはすごい可能性があるなと思って、うん、その地域要請とかとは全然意味合いが違うじゃん、うん、俺は事業だよ、だって事業じゃないよ、だってお金の、うん、だってお金の計算したらそれはまあそうでしょ。だからこそ俺は今持ってるそのノウハウが蓄積されてくるのはすげえ価値があると思ってる。本当に言ってくれてるの？それ、うん、本当に言ってくれてんだったらちょっと付き合ってもいいかなと思うよね。なんで上から目線なの？付き合うってまあ男女の意味でですよ。それはちゃんと考えるわ、そしたら。俺傷つけたくないから、安易に傷つけるのは嫌だから。ほら、新日本の和芸そのスピンオフのチラシに載ってる小白井さんだったらちょっと付き合ってもいいですか、ね、そ全然違うよね。こんな小汚いの全部、この写真見てくださいこれ。でも一緒だよ、俺そんなだよ。いやいや、見た目実物、これあんた結婚相談所だったらもう訴えられるよこれ。でもいつの写真？いやー、いつだろう、ちょっと4年ぐらい前じゃないですか。あ、丸子さんはちょっとごめん、コロナ前ちょっとごめん、そんな別にメイクしたわけじゃないし。すごいスッキリしてません、この写真。まあスッキリしてますね。照明なんか高青年な感じがね。高青年な感じしますよね。だからそうなんで、実物はひどいもんだ。またセンスなんかこんなことやっちゃってね。そこね、悩みなんですよ僕実はね、うん、あの簡単に高青年になっちゃうんですよ。マジでそんな悩みあるか。あるんだよ。高青年になっちゃうって見た目がってことですか。そう、イメージが高青年になっちゃう。あと言動も高青年になっちゃうの、うん。いや難しいだろそれは。いやだからそう見せないようにすっごい頑張って、うん、俺は悪の部分を出してるの。ただその何回か前のコミュニケーション論につながってくるんだけど、うん、俺はそっちの方が、うん、ベースの方、そっちベースの方がやりやすいと、うん、そっちの方が芸人としてやりやすいからそっちを出してるだけで、うん、あの本当に気を抜くと、うん、俺高青年になっちゃう。なるほどね。そうそう、まあ分かるわそれは。それは分かる、演出としてっていうことでもあるからね、うん、だから確かにね、確かにね、そこも悩む時あるんですよ。高青年になっちゃった、うん、高青年は俺、いや俺も高青年になっちゃう。俺もだから取るなよ俺の高青年を。同じジャンルとしてね、やっぱりありますよ。三遊亭高青年。三遊亭僕は高青年じゃないです。それスウェーデン人じゃねえかバカ野郎。違う、そのごめん、ベースが分かんなかった、ごめん申し訳ない。三遊亭高青年というやつがいるんですよ、スウェーデン人。いるのは知ってる、名前だけ知ってた。だけど、うん、あの要するにそのつまんない人間なんじゃないかと思う時あるよ、やっぱり。つまんないから高青年はイコールつまんないじゃないよ。違う、そういうなんかそのさ、うん、要するに出すもの自体をさに価値があるかどうかっていうのはこっちから決まっちゃうじゃん。だってさ、うん、でさ、だからやっぱりそれは悩むよね。うん、面白いですよ、マンキさん。マンキちゃんはね、人間ですから。いや、いるだけで面白いですよ。ね、あのね、広瀬さん、僕本当に普通の人間なんですよ。いや、そう思ってるところが面白いです、はい、うん、いやそこ ね、あの読み間違えてるところが面白い。読み間違えてない、本当に普通の人間なんだよ俺は。
あのね、普通の人間は、そこまで自分が普通の人間って押さないんだよ。もうその時点で面白いんだよ。違うんだよ。だから誤解されたくないんだよ。普通の人間だから俺。普通だから。本当に普通なんだよ。だからそこだよ。違う違う。分かってねえんだよ、だからこの人たちは。いや、なんで？いやいや、ヒロシさん、僕は普通ですよ、本当に。多分、スタンダードマンですね。どこが普通？満吉さんが普通だったら、世の中全部満吉さんになるんですよ。そう。マルコビッチの穴みたいな。やべえなこれ。マルコビッチの穴みたいな。だみんな普通だって、だから俺みんなとか俺は普通なんです、スタンダード外なんだから。それからみんなずれてる、みんながずれてる。じゃあ普通じゃねえ。お前が基準なんだ。すごいな。違う、俺はだって空港なんだから。全然そこに着陸してこないだけなんですよ。だからみんなスタンダードなんだよ。君たち分かってないけど、俺が普通なんだよ。いやいや、もう空港つってる時点で俺たちは飛行機に扱われてさ、なんでお前空港になっちゃってるの。ベースだもんな、ベースだ。ベースだ。だ全然君たちは違う、分かってないんだよ、君たち。いや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 、それは自分が正しい。正しいってことじゃなくて、スタンダードっていうだけですよ。その悪についても善についてもですから、ね。同じことに思います。やべえ。やべえ人がいる。正しいとは違う。正しいとは思ってないんですけど。やべえ人がいるこれ。正しいとは思ってないですよ。全然。全然正しくないです。スタンダード。自分の価値観が全てスタンダードなわけでしょ。価値観がスタンダードとは言ってないけど、だから感覚として感覚は。ま、マルコ、マルコ、ダメ。追い詰めちゃダメ。追い詰められてねえよ。全然追い詰められてねえよ。全然来いよ。そうだよね。普通だもんね。そう。全然なんだから全然平気だよ、お前。全然責められてないよ。こんな普通の人いないもん。全然もっともっと来いよ。いやだから、まず見た感じから、まあ、どう見ても普通だよ。着物で出歩いてる時点で普通ではない、うん、着物で出歩くなんて、だって洋服とかそんな外側のことなん、うん、君は何を言って、だってみんななんか着てるじゃん。そうだよ、ね、そういう意味では一緒じゃん。普通だよ。そう普通だって、金髪の人も茶髪の人もね、オレンジ色の髪の人もいるわけだ。いる、普通だよ、みんな。普通だよ、普通だよ。この間言ってたほら、なんかあの、うん、あの券売機でお金もたもたしてると、うん、早くお金入れてくださいみたいに言われる、ムカつくみたいなこと言ったでしょ。スタンダード普通だね。みんなムカつく。コモンセンス、コモンセンス。いやいや、ひろしさんもムカつく、それはイラッとしますねって言ってましたけど、お金早いこと言い出してくださいなくて、そのペースが機械のペースなのがイラッとするっていうことを言ったわけですよ、ね。まあそうですね。そう、それはわかりますよ。そうそう、それはスタンダードだ、コモンセンス。いや、でも世の中ほとんどの人はそんなに怒んないんじゃないかなって。ほとんどって誰を指してるのよ。いやいやいや、満喫を指してないでしょ。その時点でそれはもうほとんどじゃないんだよ。満喫が入ったグループがほとんどなんだよ。君は常識外れだ。常識が分かってないんだ、君は。あ、そうすか、そうすか。分かってなすぎるよ。そういうことなんだ。普通の人はコーヒー屋で揉めないでしょ。揉めますだからみんな揉めますよ。その集合図でね、数学である数合で考えると、満喫さんがいる集合はここにあるわけですよ、はい、その外側にものすごいいろんな人がいるんだけど、うん、それはみんなだからその集合に入れてないっていう段階で、うん、数はこっちが35億人ぐらいして、うん、こっちが10人ぐらいだったもん。いや俺は3人ぐらいだと思う。2桁はいないと思う。3人普通、35人普通、人普通、3人ってなんだよ。2桁は絶対いないよこれ。3人ってこの時点で。だから満喫の集合とそれ以外に分かれるわけです、うん、数学的に考えるとね。 それを普通っていうか、そう、ね、例えば僕の知ってる関西人でね、あの日本は大阪と京都と神戸とそれ以外って分けてる人がいてるんですよ。なるほどね、面白いです ね。でそうするとやっぱそういう分け方をするってことは、だから人間も満喫とそれ以外っていう満喫か満喫以外かだからそれは納得できます、ね、はい、それは納得できます。まるちゃんは人間の外に、いやいや人間人間ですか、人間ですか。おかしいなぁ、そうかなぁ。いや俺普通だよ。でもだから普通なんですよ、うん、満喫を。じゃあ満喫ベースで考えるのが俺正しいと思うよ、うん、満喫ベースで考えると、うん、落ち県出身者はみんな除名されなきゃいけないですよ。いやいや、だからそれは除名される人もいれば、うん、除名されない人もいるわけでしょ。そういう、はい、そう、うん、で除名されるのは普通だって普通なんだから。なるほど、だから そういうことか。そんなんだってさ、全然そんなことわかるじゃんね。だから簡単なことだよ。満喫さんであるための、必要条件ではあっても十分条件じゃないんですよ。
だから必ずしも それを持ってなくちゃいけないわけじゃない。だから別にあの満喫さんになるためにはまず落ち券から除名されることも必要なんですよ、うん、でいろんな必要条件があってそれみんなクリアできた人が初めて満喫さんの住む標準の世界に入れるわけですよな3人だろそうなるともうそれ以外そんなの10人いるわけねえよ除名されようが着物で出歩こうが何しようが満喫さんにはなれないんですよ。いやいやでもブラック市長もだって除籍されてますからね。いやだから、うん、だからそういう人もいるんですよ。だけど、いろんな意味で満喫市長にはなれない、うん、でも普通いや普通なら俺絶対間違いないと思う、うんうん、感覚的に普通でもここまで全てが普通な人って存在しないんだよ、うん、逆に、うん、みんなちょっとずつ個性があるから。あなるほどね、うん、あそういう意味か。そうだから満喫さんも無個性で、うん、そうそうその人類のちょうど真ん中を全部持ってるんだよ、うん、そうベーシックマン。そうだからもうそうなると満喫さん普通。だからあの健康師匠がね言ってましたけど満喫さんねパーツパーツを見るといい男なん、うん、揃うとなんか変だいや俺あいつは性格が悪いんだよパーツパーツがいい男っていう判断をしてる健康に問題がある気がする。いやいやいい男なんですよ。だって唇はアンジェリーナ・ジョリーに似てるって言われる例える時にここだけですよ。アンジェリーナ・ジョリーアンジェリーナ・ジョリーに似てるって言われますよ。いやパーツパーツはいいんですよ。そうな唇ね分かったよ分かったよ、うん、質感はちょっと違うけどね。いやいやウエットなところ質感は分からないですもんねブラッド・ピットが見たらもうキスしたくなる間違いないよそれはブラッド・ピットが吸い付いてくるよそう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 幸い遠くにいるからね、分かんないけど。お来日したら気をつけろ、お前。危ないね。危ないから。インスタとかに写真載せないからね。うん、でも、そういう感覚としてですよ、本当に。うん、シャレは冗談で。まあ、でも、芸風はね、やっぱりかなりあの個性的じゃないですか。全然そんなことない。普通で、ね。普通。普通です、うん。まあ、全然そんなこと。昨日の夜も、マキさんの CD 聴きながら寝たんですけど、すごいですよね、テンションがね、すごくテンションが、テンション高かったですか、ええ、高いな、難しいな、そんないや、あの、ジュゲムねまあまあ、そのお父さんっつっお父さんなんで2回繰り返すんですかとかうるさいうるさいよ、ちょっともうそういう落語そんな恥ずかしい人は常識的な人じゃない、ね、おい、そこで崩すなよ俺だけ取り残されるじゃねえかいやでも常識的なことで言ったら常識的だと思うんだよ俺は。どうん、俺も思う。普通だよ。普通だし常識だし。面白くないんだ。要するに強く言いたいのはだ、うん、面白い人間ではないわけですよ僕は。つまんないよお前、うん。いや本当に。それはでもその通りだと思う。つまんない人間だよ。面白いし。いや家族だったら絶対つまんないと思う。もうそうだと思う、うん。弟とか兄ちゃんだったら俺絶対嫌いだもん。おい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 。抹茶みたいな言い方すんの。抹茶みたいな。うちの兄貴何だ。うちの兄貴がどっちか引っ張ったね。俺だってもっと勤め先で弟に落語会やらせてほしいから、ね。いやそれ兄ちゃんが持ってきたじゃないから。ね、たまたま行ったら兄ちゃんが昔勤めてたってだけだからね。まっちゃんが来た。まっちゃんが来たって言われて。兄ちゃんは手引き何もしてないんです。そうかそうか。やめた勤めてたやめた後、うん。なんでそんなとこ勤めてたんですか。そうだね。そんなだって何もないとこなんでしょ。な不動産屋はあったんです。不動産屋はあるね、はい。何もなくても不動産屋はある、ね。不動産屋はあるんです。お前さんみたいにこうさ、だそういうさ。そういうだからいないどこに行ってるか分かんない兄貴がいるのは普通じゃないじゃない感覚的にもさ。確かにうちは普通じゃないですよ。そういう、うん、そういう普通じゃないでしょ兄さん。うちの家族は普通じゃない。だからそういうのがそういうことじゃないからうちは普通ですから本当に。うん。僕、うん、も普通ですよ普通本当に。ここっておかしいもんだって、うん、こんな汗かかないし。まあでも、うん、講座で聞く漏れ聞く枕のエピソード聞くと普通の家族とはまあ若干違うかもしれないですね。あ僕ですか僕はだから親父が感動されてただけで別に僕は感動されてないです、うん、普通だね、うん、その時点でね、あの奥さんと子供さんたちの、はい、私のその家庭において私の家族ですか私の家族は普通よ普通だ、ね、いや家族は普通、うん、普通だね、家族は普通だから、うん、そ
こから見た万吉師匠の扱われ方が、うん、なんで僕がいる家庭が普通なんだろう。僕も普通でしょ。普通。お父さんに水やっといてみたいな。それマジなんですかね。それはマジなんですかね。普通じゃん。普通はそういうこと言わないんじゃないですか。いや普通だよ。普通だよ。そんなもん。水やっといては普通？普通だよ。なんだよ。で子供の宿題を代わりにやる方が普通じゃない。はっきり言うけど。そうだね。いいこと言った今。これおかしいよ。うん、代わりにまでやった。今満喫すごいいいこと言ったから。ほとんどだって夏休みの宿題全部やってるわけだから。まあ、おかしいよ。まっちゃんの弟が。満喫が普通だよ。ほとんどはやってないですよ。いやいややってるって絶対やってるって。やってない。アホなんだもんリクは。いやおいアホじゃないよ。リクはできないそんなことは。できる、ね、できる、うん、できる子。何を言ってるかよく分からなくなったんで告知をしてください。よく分からない。さすがプロデューサー。はい、ではもっと新日本の曲スピンオフ落語会が行われます。6月の24日内幸い町ホールでございます。19時開演、チケットが前売りが3500円、当時3800円でございます。カンフェティで販売をしております。出演は立川こちら、霊霊者マルコ、そしてゲスト竜亭しがらきでお送りいたします。そして広瀬さんを交えての4人でのたっぷりトークもお送りいたします。はい、そして冒頭ございましたけども、うん、6月の2日、朝日カルチャーセンター、この落語家に聞きたい霊霊者マルコさんと題しまして、広瀬さんと私マルコの対談で、前座修行は必要か、落語家の差別意識という、ちょっと突っ込んだテーマでお話をさせていただきます。6月の2日金曜日19時からでございます。3740円お支払いいただければ、会場で聞くこともできますし、またオンラインもございます。はい、そして、私の芸能生活20周年の会が5月の20日内幸い町ホールで19時から行います。こちらもカンフェティでチケットは販売中でございまして、ゲストが桂宮治、柳屋わさび、春風亭昇也、この3人を交えてのたっぷりトーク、そして私の落語2席お送りする予定でございますので、はい、ご来場お待ちしております。まあ、それは置いといてさ、はい、それは置いといて、これほらカルチャーセンターの申し込み方法が書いてある。そう、これも言っといて。そう言って、ウェブでお申し込み、はい、お申し込み方法、ウェブでお申し込み、クレジット決済にて受けたまわります。朝日カルチャー、スペース新宿で検索していただければ出てまいります。お電話でのご予約は東京03-3344-1945、東京03-3344-1945でございます。新宿住友ビル10階受付でもお申し込みができます。はい、朝日カルチャーセンター新宿教室でございますので、ネットで検索の上お越しください。はい、はい、というわけでお二方よろしいですか。他のお口はないですか。こちら師匠のね、書籍も本出るよ、販売されますんでね、そちらの方結構お願いします。あ、そうだ、イベントやるでしょ。それまだ言っちゃいけない。解禁日がちょっと分かんなかったですね。もうなんかね、今の時期は大丈夫かもしれない。まあ、なんか出版に絡めたイベントもやると思いますんで、告知がいずれあると思いますんで、そちらもよろしくお願いします。はい、